日蓮大聖人の教え。釈尊は、今から、約3000年前、人々を救うため、50年間にわたって説法し、その最後の8年間で、出世の本会、目的である法華経を説かれました。この法華経の予言通り、釈尊滅後2000年が経過し、釈尊仏法の繰りがなくなる末法時代に、 民衆を救済する仏として出現されたのが日蓮大聖人です。日蓮大聖人は、仏教の極利をご本尊、曼荼羅として表され、そのご本尊に向かって南明法蓮華経の題目を唱えることにより、いかなる人も仏の境外に至ることができると説かれました。